ポグバの、ね、移籍が、まあ、ユベントスからマンチェスターユナイテッドに決まりまして、ね、まあ、ベイルを超えてベイル以上の移籍金だと、まあ、言われています。マンチェスターユナイテッド金ありますね。なんか毎年毎年結構移籍というか、まあ、補強結構失敗いうかね、毎年結構たくさん補強するのはいいんですけどね、全然、まあ、ディマリアやら、ね、ディマリアやら誰やディマリアやら、まあ、いろんな選手ね、全然攻めてこないんだ。ガルバハル抜けます。オッケー、任せなさい。裏に味方を走らせる、ピケ、オッケー、先制した先制した。これは大きい大きいというかね、まあ結構球を回してくる感じの人みたいな感じなんで、ね、先制取ったのは大きいかなと思います。中盤で奪ってからの攻撃どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。はい、このボールから逃げつつ、ちょっとこの立ち上がりに失点と、北澤さんいかがご覧になりますか。まあ入りとしては良くなかった。うまいやん、うまいやん、ロッベンさん上手よ、お上手、連続ゴール、いいね本当。ちょっとね、これ結構ボール後ろで回されると、ね、負けてると結構来るんですよね。これもう勝ってると随分ね、あの気持ちが楽です。回してくださいって気持ち感じでいけるんでね、これね、負けてたらほんまにいかついで、気持ちというかね、着実に得点を重ねていきます。2対0、まあ1点取った後またさらに追加点、こういった意味では狙いとしては最高ですよね。ちょっと抑えるくさいな、サイドくさい、ちょっと出すの遅れたからな今。まあまあまあいいでしょう。前半16分です。取るで、これやったら取るで、取ってまうで。ブラボか。ポグバ、ベルラッティ、マイコン。よしよしよし。ここは一人で仕掛けます。味方の上がりはまだ不十分です。自分で行く。OK。OK、ダメか。そこまでゴール前に人が集まってしまうと、おお、取りかけたな。危ないや、今のところ出しとったら。バーン行ってまうで。ポグバ。うん。マイコン。ダダ負けやろな、ポジション。あ、ガルバハル。そうそう、オリンピックもね、まあ、開幕して、まあ、結構経ってるか。ね、体操が。金メダルとったのかな。あまりね、オリンピック見ないんですよね。実はサッカーも一試合も見てなかったりします。なんか結構オリンピックはね、選手が集められないみたいな感じなんでね。まあ招集に応じる義務がないみたいなでしたっけ？そんなんなんでね。ベンラッティ、ウィリアム、この試合ですでにアシストを記録しています。しかしよく出れたな、あのバルサのネイマール。おっと、なや。ビダル。ボールはロッペン。あっと、惜しいわ今。お、何を使う。取られたね。トップで収まればね、シュートまで行けた。ほいよ、ほいよ、ほいよ、ほいよ。前半31分です。ちょっと抑えてくさいが、しかし。このパス。シュート。オッケー、オッケー。いやー、追加点。いい感じでしょ、これ。ポジションは、かなりポジション負けてますけど。アリサンジュルマ、3点のリード。カウンターで、おっと、ダメ押しゴールになるのか。さらに、まだまだ。いけるで。まさにタイミングでの勝利ですね。北澤さん、ギリギリの飛び出し、見事でしたね。そうですね、ディフェンダーとの駆け引きがあるんですよね、今みたいなところは。はい。ギリギリの攻めぎ合いでしたよね。そうですね。ちょっと何したいかわからないですね、僕。基本的にポジションっていうのは、まあ、ボールを回しながら相手の3対0と相手を多く突き放すリードをしています。ポジションのためのポジションではないってよく言いますからね。味方を走らせる、コース空いた、ロンベー、 OK。 来た、追加点、今日は調子ええで、
どっちかというとね、あの夏はね、あの甲子園の方が結構、まあ夏というか今年の夏はね、甲子園の方が結構ね、まあ見てるというか、まあ興味すごいありますね。とにかく振り抜いたっていう感じでしたよね。張ってるからね。もちろんコースは狙ってるにしても、それよりもまずは気持ちで落ち込んでいったシュートでしたよね。はい。で、2点目のゴールです。あかんか。でもちょっと追いつけそうよ。ゲームの主導権を完全に手中に収めています。まあ、1点取った後 OK! よし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 。アリサンデルマ相手もね、やる気失っとるな。アリサンデルマ失いまくっとるな。立て続けにゴールを決めてきます。ポジションのためのポジション。いや今のはこれはまさに、あっしゃ、スペースを有効活用できましたよね。うっ、取れる、ね、取れぬ、取れぬわ。お？シュート前の一歩で勝負あったか。キレのあるスルーパスからの一発。ポーズか、ポーズ。最後のスルーパス。どうしたの？入れたボールもね、もう何かこう、トリプル A や。相手のチームね。A 三つ並んでます。トリプル A って。もう結構ほんまに音楽がね、音楽というかまあなんてやろ。音楽じゃなくてまあエンタメ業界っていうかな。まあ音楽業界めちゃめちゃ疎いんですよね。もうオリコンランキングとかも何がね来てるとか全く知らないですからね。チームとしての意地を見せます。モドリッチ、レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル。毎週毎週チェックしてた時ありましたけどね、やっぱり押さないと。もう33敗って全然あかんよ。はい、勝った、勝ちました。はい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 、イエスイエスイエス、あざます。